旧市正門、総統府の文字が掲げられている。太平天国天皇府とは、中華人民共和国南京主编部区にある史跡。太平天国の天皇府の跡地であり、中華民国臨時政府の大総統府及び、南京国民政府の総統府、中華人民共和国のチャンス省人民政府が置かれていた地でもある。同地にはさらに、明朝の既得皇府と、官王府、 新朝の良好総督府及び、公令式作り所が置かれていた。現在の住所は、南京資源部区長公路292号である。現在は、南京中国近代史石博物館と呼ばれる。1853年3月に、太平天国の乱で、甲州前が南京を天慶と解消し、天の府を置く。新軍により、南京が陥落した後に、祖国藩により、 天老夫は焼き払われ、同治9年に、再び良好総督府が置かれる。林即女、祖国藩、立皇賞、龍羊猿一、陳茂三木、佐相棟、長野ホラ、丹保らは、良好総督を務めている。南京国民政府1911年に、辛亥革命が勃発して、新朝が打倒され、1912年1月1日に、孫文が、 中華民国臨時政府の臨時大総統に就任し、両高総督府から臨時大総統府に解消する。遠征外の臨時大総統就任により、1912年4月に中華民国臨時政府は北京へ移り、1913年10月に遠征外は中華民国大総統に就任して、中南海は大総統府となり、高校により臨時大総統府は、 南京留守府に代わり、1913年の第二革命により、遠征外討伐軍の総司令部が置かれる。1913年から1927年の間には、チャンスと特府、チャンス特軍所、チャンス将軍府、高祖正し弁公所、副総統府などが置かれる。1927年に、紹介席により、南京国民政府が置かれる。 日本軍に占領される南京国民政府日中戦争下の1937年12月、日本軍により南京が陥落すると、王朝名の中華民国維新政府が発足し、行政院、立法院、観察院、行使院、交通部、鉄道部、日本陸軍第16師団司令部などが置かれる。1945年に日本が 連合国に対し降伏したことにより、王朝明政権も崩壊する。人民解放軍に占領される、総統府1946年5月に、重慶国民政府が南京に戻り、社会部、知政部、推理部、京を務委員会、主計所、軍令部、総統府軍務局、首都英寿総司令部などが置かれる。1948年5月20日に、小介析が、 総統、理想人が副総統を務めてからは、州小学の記号で、国民政府から総統府の名称に変わる。国境内戦勃発後の1949年4月23日に、中国人民解放軍が南京を占領すると、総統府は、同月24日に人民解放軍によって占拠される。中国共産党による南京解放後も、 総統府には中華、人民共和国チャンス小人民政府が置かれたが、1980年代には他の場所に移っていった。1998年に総統府旧市に南京中国近代史石博物館の建設が計画され5年の歳月がかけられ、2003年に完成する。総統府ホームページにて南京中国近代史市博物館が 総統府の正式名称と確認できるが、入場券には、南京中国近代史石博物館の文字は見当たらない。一般的な名称は総統府であり、最寄りのバス停も総統府である。博物館の総面積は約9万平方メートルあり、東区、中区、西区の3つの見学区域に分けられ、中区が紹介席 儀送人の執務室、文官庁執務室、政務局がある。弁公郎、中華民国に関する資料陳列館など、西区には、孫文の臨時大総統弁公室、秘書書、総参謀本部、総統府図書館、南京に現存する二つの古典円林の一つ、厚園など、東区には、行政院、馬級舎、防空壕、太平天国に関する資料陳列館がある。 孫文の執務室等は見学者で混雑している。相当不図書館など一部区域は軍事管理区域になっており立ち入り禁止であり注意が必要である。南京城内では風刺病と並ぶ主要観光地である。40元閉館1時間半前に入場券の 販売終了3月1日から10月15日8時18時10月16日から11月15日8時17時30分11月16日から2月末8時17時ありがとうございます